こんにちは、神田まです。本日は以前皆さんからいただいた質問相談の Q&A ですね、仕事、性格、人間関係編です。多分一番このカテゴリーが質問が多くて、さらには一番このカテゴリーが皆さん同じようなご質問でした。はい、やっぱ悩みますよね。仕事と人間関係ってね、大人になると一番生活の部分を占めているものだから悩むと思うんですけど、まあ私なりの回答をしていきたいと思います。旅行やご飯の約束でよく大幅な遅刻やドタキャンをする友達がいます。最近また遊びに誘われたのですが、そのことがよぎってあまり遊びたいという気持ちになれません。神田さんならどうしますか？今度は遅刻しない？ドタキャンしない？だったらいいよ。毎度それが続いたの、私的には寂しかったからって伝える。会いたいけど、遊びたいけど、なんか自分がちょっとね、ないがしろにされてる感じって、やっぱ大切にされてないって思う瞬間って、相手が異性だろうが同性だろうが寂しいじゃないですか。うん、悲しいじゃん。から、それは私は言っちゃいます。それでもなんか、ダメだった場合は、ちょっともう距離を置いちゃうのが私です。次、自分の人生って何やろとネガティブに襲われた時、神田まちゃんならどうしますか？ネガティブに襲われたら、でも一応私は一旦寝ます。次、ストレス発散方法を教えてください。最近はお金を使うことです。自分自身にお金を使うことがトータルしてストレス発散になってます。なんか必然的にやっぱ年を重ねて、自分の今の環境が自分よりも相手を優先する、まあ子供を、家族を優先する時間が増えたなと思うので、ストレス発散ってなると、例えば美容院に行って綺麗になるとか、マッサージに行ってちょっとリフレッシュするとか、欲しかったものを買っちゃうとか、そういう自分自身にお金を使うことがストレス発散になってます。次、人と比べてしまいます。神田まさんはそういう時ありましたか？めちゃめちゃあったタイプだと思います。でもなんか悩んで悩んで悩んだ結果、比べててもなんかね、比べる相手がさ、しかもさ、多分憧れなんだよね。あの人はこうでいいな、私はこうだみたいな。結論、じゃあ自分が自分自身をもっと奮い立たせて頑張れば、自分に夢中にちゃんと自分と向き合って過ごしてれば、人と比べなくなるかなって思って、いつからかやめましたね。うん。次、何回も同じこと言ってんのに変わらないやつなんなんて感じなんですが、どんな心持ちでいたら良い？人ってそんな簡単に変わらないので、変えようとするのをやめたらいいと思います。次、ワーホリに行こうか開業しようか究極に悩んでるんですが、アドバイスください。今この質問もらってからもうだいぶ経っちゃったんですけど、何されてます？私は開業してうまくね、軌道に乗せて、ある程度余裕ができたらのんびり海外行きたいなっていう感じかもしれない。もし開業して失敗してした時の逃げ道にもワーホリはなるかなと思う。逃げ道って言い方あれだね、選択肢の一つになるかなとも思うので、とりあえず開業してみちゃうかな。次、今現在モチベーションはありますか？あります。とってもあります。目標ができました。なんで頑張ろうって感じです。次、行動力ってどうしたら上がりますか？失敗を恐れないようになったら行動できるようになる気がします。あれやったらどうしよう、こうなったらどうしようとか、心配事が生まれてしまうとなかなか一歩踏み出せないけど、失敗を恐れない精神になっちゃうと一歩踏み出せる気がします。次、職場で和を乱すタイプの人間を採用しないためにはどうすればいいと思いますか？自分の人を見る目を養う。採用面接とか短い期間で相手を見抜くのってすごくね、集団でのなんか面接とかあって、そういうので見えてくるっちゃ見えてくるけど、その中からじゃあどの人が平気かなっていうのは自分の経験値でしか測れない気がするので、自分自身がいろんな人と出会って見る目を養っていきたいなって思います。次、自分の仕事の容量の悪さに落ち込んでいます。やることが増えると焦りや不安感が出てきます。容量の悪さって言い換えると丁寧だと思うんだよね。もしかしたら向き不向きっていう仕事が結構あるのかも。で、やることが増えると焦りや不安感が出てくるのはね、大体みんな一緒だよ。一緒一緒。だから自分は丁寧に仕事をするんだって
ていうまずマインドでいてほしいし、やること増えた時はその仕事が丁寧な人って全てを 100% でこなそうとするんだよね。でもそれって本当に時間がかかることだから、どこかで 70% でやる仕事、それこそ優先順位をつけて、この仕事は私にとって何パーでいいとか、完璧すぎなくてもいけるっていうのは必ずあるから、あると思うので、見つけて優先順位付けして 100% でやってた仕事を 70% でできる、なんか妥協点を探すとかやるとちょっと落ち着くかもしれませんねと思いました。次、今の仕事辞めたいけどやりたい仕事が思いつかないから転職に踏み込めずどうしたら見つかるかな。なんかやりたい仕事って私昔から言ってることなんですけど、行動しないと見つからないと思っていて、結構 YouTube を見てると好きなことを仕事にしましたとか出てくると思うんだけど、そういう人たちって何かしら行動してて、それこそトライアンドエラーというかピボットというか、こうやってみてなんかちょっと違うな、こっちもやってみよう、なんかちょっと違うな、こっちもやってみようで気づいたら、あ、これがちょっとハマるかもっていうのでフィットしたりするんだと思うの。だから一旦興味がある分野に飛び込むとか、今の仕事を辞めなくてもちょっと興味あることに手を出してみて頭の中を整理するっていうのはいいと思う。そうやってなんか何かしら経験していく中でやりたいことって見つかるんだと思います。私自身も実際今じゃあマルっていうブランドをやらせてもらってますけれども、今私はここに向き合っててすごく楽しかったり苦しかったりいろんな感情を抱いているけれども、ここが人生の中での転職とも思ってないし、もしかしたら別のところで何かがあるかもしれないし、から自分に YouTube を通してのお仕事でもそうだけど、与えられたものだったりチャンスが回ってきたら私は前向きに動いてチャレンジしていきたいなって思ってます。次、仕事でミスした時いつまでも引きずってしまう神田間さんはどう切り返してますか。飲んで寝ますなんか最近はもう夜 SNS をなるべく開かないようにしていて、 Twitter とかもなんかちょっと気分悪いなって思うアカウントとかがおすすめ欄で出てきたらすぐブロックするようにしたりして、あと夜ニュースを見ないとか、なんか心に毒だなって思うものを夜全て排除するんですよ。で、自分自身が楽しいな、気持ちいいな、心地いいな、癒されるなっていう瞬間を夜作るようにしてるんです。から私の場合は TikTok とか YouTube とか、あと買った DVD とかブルーレイとかでキンプリちゃんをひたすら見てるんですけど、そうやってなんか嫌なことを忘れる瞬間を作ってそのまんま眠りにつくとすごく心地いいです。で、翌朝あすっきりで起きれたら結構引きずらなくなる。夜まで考え事しちゃうとそれが結局引きずっちゃってなんかついてきちゃう、つきまとう。なんかよくテスト前にさ、寝る前に教科書を読むと翌日頭に入ってるって聞きませんでした？なんかその発想と同じで、寝る前考えてたことって翌日も引きずるから、寝る前考えることはなるべく楽しいことにして切り替えます。はい、次、転勤族こなしアラサー専業主婦です。転勤帯同で仕方なく退職、結婚と退職を妬まれ友達激変しました。よかったじゃないですか。なんかそれくらいで妬む人たちと切れて、うんって思う。次、可愛がりたいなと思う後輩はどんな人ですか。なんか不器用でもいいから頑張ってる人。まあ挨拶とかされたら嬉しいけど、言うても今の時代シャイな人も多いので、なんか全員が全員なんか元気よくこんにちはとかおはようございます、お疲れ様ですって言えるわけじゃないから、口数少ないけど仕事頑張ってるとか、まあ仕事ミスしちゃってもごめんなさいって言えるとか、ちょっと人間味が垣間見えると可愛いなって思います、最近は。はい、次、神田間ちゃんが人間関係で大切にしていることは何ですか。私は大学生の時にこれ友達と語ったテーマなんだけど、まあ私高校生の時から周りから可愛いって言われるようになったんです。可愛いから話したいとか、なんかすごいありがたい環境にもいたんですけど、でもなんか私結構皆さんが思うほど自分のビジュアルっていうのがなかなか受け止められてなかったタイプで、だからなんかその周りと自分との気持ちの不一致さっていうのがあっ
ったんだけど、そんな時に友達となんか人間関係なんかどうやってくみたいな大人になると友達減るっていうし、なんかどんな感じなんだろうねって話した時があって、友達に言われたんだよ。神田は顔でついてくる人たちもいっぱいいると思うみたいな。でももし神田が事故だったり火傷だったり、まあなんか何か起こって顔面を失った時についてきてくれる人ってどれくらいいるんだろうねって言われて、ゾワゾワってしたの。何その感じ方みたいな。でも確かにと思ったの。なんか自分自身そうやってなんか外見で来てくれるありがたさはあったけど、なんかそうじゃないところを見てほしいっていうのもあったから、ああじゃあ私は何か自分に会った時もこのねビジュアルをなくしたとしてもついてきてくれる、味方になってくれる、私と仲良くしたいって思ってくれる人が一人でもいるように人として成長していきたいっていう風にその時に思ったから、人間関係もそこで、めっちゃ今真剣に語ってるけど、でもこれ結構ガチで、中身対中身で向き合える人というか、パッと見じゃ見えないところを見るようにしている、相手に対して。かっこいいから仲良くしたい、可愛いから仲良くしたいじゃなくて、この人のこういうところが面白いからなんか一緒にいたい、楽しいなとか、なんかそういう相手のそういう部分を見つけたいなと思って生きてる伝わりますか？次、同性から変な目で見られるからあんまり公言できないけど仕事が好きって変ですか？変じゃないです。どんな変な目で見られるの？大丈夫だよ、堂々としてましょ。次、女性キャリアを積むのはやはり大変なのでしょうか？男が上という文化が嫌です。大変だと思います。だって何十年も男性の方が仕事をいけいけ、女性は家庭を、家の中を守れ守れみたいな、そういう文化カルチャーっていうので何十年か時代が構築されちゃってるから、その時代に生きた人たちが今上の層にいるわけじゃん。その人たちがいらっしゃる限りはその概念っていうのが絶対に浸透されるので、でそうやって時代はどんどんつながっていくから、そのカルチャーを変えるって超難しい、すごい労力のいることだから、まあ日々ねちょっとずつ女性進出社会なんて言われてるけど、根本が変わるっていうのはまだまだ先だと思いますが、大変ではあるけどキャリアを積むのは別に不可能ではないと思います。次、今年20代最後なのですが、現在人生の夏休み中で年齢を重ねるのがすごく怖いのが悩みです。あー、あるよね。あるある。30超えちゃうと勝手にワクワクに変わった気がします。だってもうあと半年？半年じゃん。1年未満には私も34になるわけで。この数字を聞いて恐れないわけがないというか。でもあら34歳なの？もう人生もね、もうすぐもうすぐって言うとまだ早いけど、折り返しなんて思ったら楽しまなきゃみたいになるから、なってきてるから、意外と時間が解決するところはあると思います。次、自分の気分を上げるためにしていることは何ですか？最近はもうキンプリちゃんですね。キンプリちゃん、あと買い物です。はい、おしゃれもそうだし、私は好きな白黒服を着て好きなメイクをして過ごしてる瞬間がとっても気分いいです着飾ってんのが好きです。はい、です。次、人見知りを直したいです。人見知りの方って直したいっていうよね。でもね、人見知りあっていいと思いますよ。一個距離を置いて相手を見れるというか、まあ多分場数を踏むのが人見知りを直す方法だと思うんですけど、無理にこう人とフレンドリーになろうっていうと、そういう時ほど変なやつがねすって歩み寄ってくるから、無理に直そうとは個人的にはしなくていいかなって思います。次、状況話を聞きたいです。今月上京します。あ、なんか私どこ出身に見られてるか分かんないですけど、東京なんですね、生まれも育ちも一時大阪いたんだけど、東京住んでて大阪行って東京来たんです。あ、でちなみに大阪から東京に来た理由はパートナーの転職です。はい、私がね東京と大阪を行き来でね仕事をしていたんです。まあプライベートは大阪で仕事は東京でみたいにしてて、ある時東京にね1ヶ月間くらい行かなきゃいけないっていう時があって、その時に彼もなんかいろいろ考えてたらしいんですよね、今後の自分の仕事について。で大阪戻ったタイミングで転職していいって言われて、いいよいいよ全然つって、気にしなーつって言って、また私東京行って、で次戻った時に転職決まりましたつって東京に行きました。
次、嫌いな上司との付き合い方が分かりません。毎日怒られて心がズタボロで仕事は辞めたくないです。心がズタボロなら一旦人事に相談するなりして私は逃げてほしいです。心がズタボロになるまで赤の他人に踏み込んでほしくないというか、ストレス発散のはけ口に後輩をしてるというか部下をしてるというか、そういう人はちょっと残念なので離れた方がいいと思うから、とりあえず人事に相談してほしいなって思いました。次、友達って年々減ってきますか？減ってくというか、本当に大切な人が残ってくというか、環境によってなかなかうまく会えないっていう人もね、嫌いじゃないけど会いにくくなったっていう人ももちろんいるけど、自分自身も時間が限られてくから、自分が大事にしたいなと思う人がどん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 鮮明になってくっていう感じですかね。はい、次、会社でむしゃくしゃした時の対処方法。即効性即効性これです。いや、これ冗談じゃなくてマジで、私これを20代の時、前職の時やってて、むしゃくしゃしたりうーんっていう時はじゃがりこを買ってボリボリ食ってました。もうわざと音を立てるの、もううんうんって。本当にね、迷惑かもしれないけど、このねボリ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 するのがすごくね発散されるの。私なんかすっきりするんだよね。やってみてください。次、苦手な人と仕事するとき気をつけていることはありますか？労力を使いすぎない苦手って思うっていうことは、それまでに何かしら起きてるじゃん。その結果苦手だなってなってて、この人をもう一回好きになろうかなっていうのもできるんだけど、なんかもう苦手って思ったら苦手なんだよね。だからその好きになる労力は別の仕事にさ使った方がいいなって思うし、じゃあこの人と何どうやっていこうかなって思った時に、必要最低限の気持ちでいるし、必要最低限の言葉で接するから、もう苦手って思うことは波長が合わない、なんか自分とはちょっとねタイプが違うわけよ。こっち水ポケモンだけど、向こう電気なのか炎なのか草なのかみたいな感じ。ん？草と水だったら相性いいまあそういう感じよ。次、愛嬌って結局何ですか？何でしょうね、愛嬌って。素直さと場の空気を乱さない感じと、不快な言い回しをしないとか、何でしょうね。私の友達のコリちゃんが愛嬌200点満点くらいなので、過去動画とかあさって見てみてください。神田まこりで多分検索欄で出てくると思います。まあ話はね結構下水んですけど。はい、次、外見のことを平気でディスる人ってなぜ人の気持ち考えれないのでしょうか？考えれない人なんですよいると思うよ、ある一定数相手の気持ち考えられないとか、想像力に欠けてるとか、これ書いたら相手どう思うかな、これ言ったら相手どう思うかな、なんか想像できない人はある一定数いると思う。だからそれこそタイプの違うポケモンだと思ってていいと思う、うん。次、仲が良かった友達でなんか合わないなってなって疎遠になっちゃった人いますか？私自身はね、いないけど、あ、いるわいるいる。まあお互い環境がね、年を重ねていくにつれて環境が変わったりして、うん、なんか合わなくなるっていうのは必然的だと思います。次、外見も内面もいいところがなくて自分に自信が持てない、何をしたら自信持てるようになりますか？いいところが見えてきてないだけだと思うので、自分を受け止める努力をする際に物事の見方を変えるとかどうですか？例えばさっきの方で言うと、容量が悪い、容量が悪いんじゃなくて一個一個丁寧に仕事をするだったり、あと人見知りっていうのも、人見知りの人って人の話聞くのはうまいというか、うなずいてこう聞き上手なところあると思うんですよ、うん、とかも思うし、発想の転換っていうの、なんかそういうのができるようになると自信持てる気はします。うん、あ、よくあるさ、自分から見たらコンプレックスなんだけど人から見たらなんて言うんだっけのやつあるじゃん。それと一緒だと思う。私目離れてて魚みたいな顔してんだよねって私自身は思うけど、人によっては目離れてて美人よりかは可愛い系だよねとか、なんか捉え方次第な気がしている物事は。だからとりあえず本とか読んだらどう？頭を柔らかくね。
次、室長やられていた時、部下への接し方で意識していたことありますか？ありますよ。その室長やってたのが新規事業の部署なんで、やっぱ既存のやり方を、まあ言い方をストレートに言うと否定したりする部署なんですよね。だから敵を作りやすいというか、やっぱ新しいことを切り開くにはね、常識を変えていかないといけないんで、ぶつからなきゃいけない人がたくさんいたんですけど、それはもちろん後輩も同じ部署にいるから同じ思いをすることが多々あったんですが、そんな時にやっぱりポーズを取るってなんかこうやってポーズを取るじゃなくて、後輩が何か言われてる時には後輩が間違ってたとしても後輩をとりあえず守るっていう発言をする、そういうポーズ、2人になった時にちゃんと叱る、嘘でもいいからそういうポーズって大事だと思ってて、例えば義実家とか行った時に旦那さんは自分の母親の意見に賛成かもしれないけど、そこでなんか嫁がもし失礼なことを言っちゃったかもしれないけど、とりあえずそこでは一旦奥さんの味方をする、で二人になった時にあの時の気持ちはよくわかるけどあの言い方なかったんじゃないのとか、あなたは私の味方ですよっていう表現提示することって大事だと思ってて、っていうのを意識していた。なんかそれがあるないで相手の気持ちって全然違うと思うから、私はそこを気にかけて生きてるし、後輩がいた時はそれやってました。はい、次、結婚してから友達はご飯に誘いづらいです。自分から誘う派ですか？はい、めっちゃ誘います次、周りからの仕事での期待が重荷です。できないことが多すぎて落ち込みます。そういうのあるよね。わかるわかる。もしかしたら周りの人たちはこの人は何でもできる、この人は器用に何でもこなすっていうイメージが先行してて、ダメな部分を知らないというかな気がするから、一回自分はそんな完璧な人間じゃないんですよ、私こんな感じでぬるいっすよっていうのを見せることをした方がいい気がする。例えば分かりやすく言うと、私よく言わん方がいい発言もするじゃないですか。自覚あるんです、 YouTube で。あ、これは言わない方がいいだっていう発言とかもあるんですけど、それ言ってるのは完璧な神田真像で思われちゃうと生きづらいんですよ。いいところだけ見せるって方法は YouTube なんで切り取りでできるんですけど、切り取りすぎてキラッキラで固めちゃうと自分が生きづらくなるんで、自分はこういう人間なんです、すみません、どうぞよろしくお願いしますっていう意味で載せたりもするんで、でもそういうのがあることで気持ちが楽なんです楽なんです。それいいよねって受け止める人もいるし、やっぱこういうタイプだったんだ、ちょっと私には合わないなって言って去る人もいると思うし、じゃあこの人にはこれ任せない方がいいなってジャッジする判断にもなるし、みたいな感じな気がする。伝わりますか次、すぐ感情的になる人の対処法は放置。次、会社の先輩が神田ちゃんと同級生、これはもう神田様と友達ということで良いですかよくないねいや、いいけど、ご自由にどうぞ。だけどその同級生が誰かによるよねなんか全然絡みがなかったけど同級生とかで、俺神田の友達とか、あとそう、俺神田とやったことあるとか、お前どこぞの誰やねんみたいなとか全然あるから、なんか名乗ってもいいけど、そいつ誰教えてって感じ次、気が使えない人にすっごく腹が立ちます。人は人なのに分けて考えられない、どうすれば。誰しもが気使えるわけじゃないんだっていう事実をちゃんと受け止めよ、うん、次、仕事とプライベートの両立の仕方で意識していることはありますか。最近は妥協ですねそれこそ全部完璧にやってると確実に時間が足りてないので、どっかで手を抜く部分をしっかり作るようにしてます。次、今繁忙期で激務なんですけど、神田さんの今までの激務経験教えてください。どれを激務というかわかんないけど、 YouTube 始めた1年目は毎日投稿しながら OL やってたんで、出社して帰宅して動画撮ってお風呂とか入ったりした後に動画編集が終わるまで寝れないって
ていう。だから毎日そう土日はゆっくり寝てたけど平日はもう余裕で 2,3 時間睡眠で過ごしてましたね。 YouTube 最初始めたてん時は当時の男のマネージャーさんに動画提出して電話夜中しながらここもちょっとこういう風にした方がいいよとか見にくいからとかそういうので最初やってたのがまず1個の激務でしょ。でもう1個が会社の仕事が嫌すぎて毎日のように飲んだくれてた日々があってその時はもう10時19時で会社なんだけど会社終わって飲み行って朝まで飲んで始発で八王子帰ってまた1時間かけて会社に行ってみたいなのはある意味激務だったでしょ。で3つ目は新規事業立ち上げの時かな。多分それが一番激務だったけどまず10時から勤怠はそうなんだけど10時19時じゃ絶対に終わんないから9時半までに絶対会社集合で終電まで日のように終電までやってでそう家帰ってからも Excel のデータをまたまとめ直したりしてそれもだいたい毎日3時間睡眠とかだったかな。で早めに帰れた時9時とか10時に家に帰れた時に動画撮ってたんだけどその動画編集を合間でやってた。その家帰ってきてから Excel いじる前にちょっと編集したり土日で編集したりかな。なんか結構わちゃわちゃしてました。2019年から2020年にかけての1年間が本当になんか細かったじゃん。私今 YouTube 見返すと細いんですけどあれは食べても食べても太れなかった時期です。多分日々なんかとにかくうろちょろしてました。次、団体行動が苦手です。飲み会も含めてどうしたら克服できますか。克服しなくていいんじゃない。苦手な人は苦手だよ。私もなんか人多すぎるとちょっと気がめいっちゃうタイプだもん。街とかうわ人多って思うだけでなんかちょっと元気なくなっちゃうタイプだもん。団体行動は、難しいよね。だって自分と違う性格の人が一人増えれば増えるほどそれだけストレスに感じる人もいるし気が合う人が必ずしもその中にいるかなんて分かんないし苦手なら苦手でしょうがないと思う。克服したいって思うのであればもうそういうのって慣れとあと自分と会う人がいるかどうかにもよるからなんか運任せなところもあると思うけどまず苦手だなって思う意識を取っ払うのは一個苦手じゃなくなる方法かもしれない。次、モラルがない Z 世代の部下の対処法。まあ上の責任だよね今の10代の子たちがもしモラルがないとしたら大人の責任だと思う。私は時代が育ててしまったんだなっていうのを踏まえてちゃんと向き合うかな次、笑いながらバカにするような上司の話し方が本当に無理です。いるんだね、絶滅危惧種みたいなタイプの人。こっち AI になっちゃった方がいいかもか向こう AI に思うか。次、頑固な同僚をどうやって改心させるかアドバイス欲しいです。周りを巻き込みすぎて大変。改心させるには一回雷を落とすじゃないでも伝わんない人には伝わんないけど1対1とかじゃなくてちょっと間を保てるなんかこう場をちゃんと公平な空気にできる人っているじゃん。そういう人を踏まえてしっかり話し合いをした方がいい気がする。次、仕事が忙しいのに雑用を任されてしまいます。神玉さんならどうしますか。ちょっと手回んないですっていうギブをします。できないって言っちゃう。次、結婚して急に冷たくなった友達がいます。こちらはいつも通りに接しているのになんでだろう。なんか多分あれなんじゃない。結婚ってさ幸せっていうイメージが強いけどまあ実際にそうだとも思うんだけどストレスを感じるランキングでまあお葬式とかの次に結婚することってストレスめちゃめちゃ感じることらしいの。環境が変わるからもしかしたら友達はストレスが溜まっている可能性は非常にある。からそっとしといてあげてもいいかもしれないしちょっとクールダウンするまで待つのでもいいしクールダウン期間が長いなと思ったら一回最近どうとか声かけてあげればいいのかな。次、大人になってから友達と疎遠になったり仲良くなったことありますか。私 YouTube 始めて友達激変しましたよ。でもまあそれはいい意味でも悪い意味でもこう振るい落とされたというかなんかそういうのもあるんで別になんかネガティブに思うことはないです。はい。
次、仕事で自分に自信がなくなった時にどのようにモチベーションを保ちますか。勉強します。私今もあるんですけど、マルのものづくりで、やっぱり学校も出てなくて、アパレル業界の経験は長いけど、まだまだそんなね、ディレクターですって胸張って言えるところにはまだ程遠いなって思うし、だからその自分自身がものづくりで、うわここちょっとしたデザインだけどどうしようかなと思った時に、自分の回答に自信がない時めちゃめちゃあるんですけど、そういう時はやっぱ、じゃあ時代でどういうのが好まれてるのか、マルのお客さんはどういうのが好きかなとか、なんか他のブランドさんはこういうところにどういう独自のそのこだわりがあるのかなとか、めちゃめちゃ見たり、パターンまでは勉強できないけど、コーディネートを組んだ時にここどうした方が着やすいかなとか、めちゃめちゃ勉強するんですよ。勉強するって硬いですけどインプットしまくるんです、調べまくるんです。なんかそうやってわーっていう時は、自分の情報引き出しが足りない時なんで、知識を知恵を取り入れます。次、4月から社会人です。会社がブラックです。そう、早速不安です。頑張りたいですそわそわが伝わってくる。生きてますか、元気ですか。次、神田さんが憧れる人、人間像などありますか。私あのツイッターで出会った佐藤由紀子さんっていう女社長さんがいるんですけど、その人今すごく一つの人生の指数というか、一回一緒にご飯行ったの、妊娠中に。で乾杯はできなかったんだけど、すごい楽しくて、ツイッター上でしか知らなかった人だけど、会ったらやっぱすごい素敵で、私のことも向こう YouTube で知ってくれてて、で私はもともとフォローしてたので、私がフォローしてるっていうことに気づいて DM くださったので、そのタイミングでよかったらご飯行きませんかっていうお話をしてご飯したんだけど、私よりも何個か年上の方で、いろいろ人生でありながらも自分で道切り開いてってるタイプで、なんだけど全然腰が低いというか、出てくる言葉が温かくてすごい好きな人がいるの。その人は結構憧れですね。あとその皆さんが知ってるところで言うと、吉田羊さんとかすごい好きあんなに綺麗なのに喋るとすごいチャーミングさがあるというか、ああいう大人憧れますね。はい、昔は多分なんか長谷川純ちゃんとかなんかいろいろ言ってたと思うんだけど、なんか最近すごく、あこういう40代になりたいな、数年後こうでありたいなっていうのが明確になって、佐藤由紀子さんと吉田羊さんとかがすごく憧れる像です。はい、次、突然仲いい男友達や気になってた人に不快感を覚え嫌になってしまうのはなぜでしょうか。これあれじゃん、今話題の蛙化現象じゃん。違う。次、今の仕事をしていこうと腹をくくったきっかけはありますか。やりたいことがなく転職ばかりで。腹をくくるってよりかは、この仕事をやってみて、なんだろう、もうちょっとこういうのも知りたいなとか、あとマルに関しては最初全然本当にやる気なかったけど、周りの後押しでチャレンジしてみようでやってみたって感じなんで、経験してみようっていうのがきっかけですかね。でもまだまだこれからもやりたいこといっぱいあるから、今後どういう人生にしようかなは考え中です次、何事も継続のためには一緒にいる人やチームの力が大事。神田さんが思う素敵なチームって何ですか。みんなが同じ熱量、これマジで大事。てかこれ、こういうチームって本当になかなかないと思う。どこか他人事だったり、私は責任を負いたくないとか、どこかで感じるような発言ってすごくわかりやすいから、そういう人がチーム一人でもいると、おおおおってなるけど、やっぱ素敵なチームの人って常にみんなが熱量一緒だから、どんな回答した時もすごく仕事に対してポジティブだし、やっぱ仕事の意見に対して否定もできるし肯定もできるし、すごくアクティブな議論ができると思うんだよね。やっぱそういうチームはマジ素敵だなと思う。次、社会人になると出会いがなくなるものですか。逆に増えました。私の場合は増えました。次、会わない友達との付き合い方を教えてほしいです。会わない。次、人の機嫌を気にしてしまう、伺いすぎるのを直したいです。方法ありますか。嫌われるのを恐れない。嫌われていいって思ったら、多分人の機嫌を気にしすぎる、まあ気にしすぎるがどこまでの気にしすぎるかわかんないけど、気にすることはいいと思うけど、まあ嫌われてもいいかって思う心があるとちょっと楽になると思います。次、職場の中身のない話長い先輩の対処法を教えてください。冗談っぽくっていうかノリで、先輩10分経過しましたとか言っちゃうかも、私だったら。
ません。意外とね、職場でのキャラはね、おとぼけ系をちょっとでも入れとくと生きるの楽っす。うん、って思ってる。次、私の持ち物を真似してくる職場のおばさんがいます。対処法ありますか？いいじゃん、おばさんにとってカリスマなんだよ、あなたが。いいじゃん、いいじゃん。ラスト、スキルや環境を無視して何でもできるとしたらどんな職業に就きたいですか？これ私、一択です。お笑い芸人、人に笑ってもらうのが仕事って、すごく私は人が笑ってんのを見えるからすごくいい仕事だと思うの。うん、私はだからお笑い芸人かなって思います。はい、以上でーす。ありがとうございます。長々と聞いてくださった皆様ありがとうございます。こんな感じで、まあなんか仕事に関しては自分はこうでこうでこうでみたいな、結構自信がない質問とか人間関係っていうのは非常に多かったけど、私もかつて室長をやらせてもらってたり、今もねブランド1個作るのに、まあ、ディレクターとして立場やらせてもらってたりしてっていう、まああるけど、なんかどの立場になっても悩むのは一緒だし、この今の立場だからといってなんか私が何でもできるとも思ってないし、何歳になっても学んでる人ってめちゃめちゃかっこいいと思ってるし、なんか何歳になっても悩むのが人生だなと思うので、こういうなんか悩みは今後もまあシェアしていきたい、みんなでね進んでいきながら美味しくお酒を飲みたいなと思ってるので、そろそろ多分生ラジオが復活するんじゃないかなと、秋くらいにはと思っているので、また何かあればぜひ気軽に DM なり、生ラジオの最後の更新されていた欄とかにいただけますと幸いです。はい、というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。